はい、皆さん、おはようございます。大人のための仮面ライダー解説。仮面ライダー、リバイス、その2ですね。ちょっとタバコを置いてあげましょうかね。仮面ライダー、リバイス。仮面ライダー、リバイス。リバイとバイスですね。ですね、8話から19話まで見ました。タバコ失礼して。この仮面ライダーリバイスのあまりネタバレはあまりっていうかネタバレはこれに関しては見ないようにしてるんですけど、デッドマンズっていうのがですね、デッドマンスなんでしょうかズーなんでしょうか、一応っていうか今敵ですね。ギフっていうんだっけ、ミイラみたいなのがいて、でグラシアスデッドマンってみんな言ってます、ね、グラシアスってスペイン、ラテンっていうかメキシコっぽいですね。特にこの基本的に3人、アギレラ、オルテカ、フリオってこの3人がデッドマンスをやってるんですけど、特にフリオの格好はね、すごいメキシコっぽいですね。僕はあの服好きですね。高いでしょうね、あれ。8話から題名言っていきましょう。怪人の名前はですね、怪人がですね、今回非常に、まあ、よく言えば個性的な怪人でですね、昔の昭和ライダーみたいに、昭和ライダーの怪人みたいに一発で、あ、これはなんかカエルだとかわかんないよ。そういうのが出てきたんで、ちょっと省略ということでですね。じゃあ面白くないのかって言ったら、もうそんなことも、なんかでも複雑なんで、ちょっと最初の折り紙みたいのはね、あれ第一形態っていうんですかね、わかりやすかったけど。8、家族の休息、天国と地獄。9、かげろう暴走、五十嵐兄弟崩壊。10、兄と弟信じる力。11、無敵の桜、何のための力。12、弱さは強さ、無敵のジャンル。13、フェニックス危機一髪。14、司令官はデッドマン。15、撲滅体系とデッドマンです。16、守り何派思い。時代はいがらしけ。守り何派思いってなんだろう。字が汚いですね。17、裏反りの進化。何裏反りって、裏切りや。バディの進化。裏切りの進化、バディの進化。18、バディの奇跡。炎と氷の奇跡。デモンズ注意報、ヒロミ包囲網ということですね。いろいろ大きな動きがありましたね。今回ちょっと何話見たんだろう。10話ぐらい見ましたね。いろいろあったみたいですね。家族の休息っていうのはあれです。ああ、なんか温泉行ったやつですね。そう、この妹、これ、3人兄弟が全員仮面ライダーになるっていう、非常に珍しい。聞いたことない。五十嵐家、すごいですね。この司令官は若村雄二郎っていう人なんですけど、この人のこの俳優さんね、アマゾンズに出てましたね。でこのまあメキシコ風っていうのが大変アクセントになってていいですね。ファッションがね、このアギレラさんっていう人は、まあ、美人で人気があるんでしょうけど、僕ね、この目の下にね、ここにこう白く入れてるんですよね。あれはどうも気になる。美人なんでしょうね、きっとね。そう、あとそうですね、あまり言うことないんですか。いや面白いんですけどね。面白いですよ。主人公のキャラクターが今一つ、おせっかいっていうのはあったんですけど、まだこう何でしたっけ、
僕の中で落ち着いてなかったんですけど、やっと落ち着いてきましたね。あとなんだっけ、スーツアクターじゃない状態でもアクションが結構皆さん上手ですね。この妹さん、さくらっていうんだっけ、この女優さん、体が柔らかい、いつも空手道場でまた割りやってますね。すごいですね。すごい人です。この19話から2つぐらい、何でしたっけ、全部木下ハンターさんがね、脚本はやってらっしゃるんですが、この19は見ましたけど、20、21まだ見てないですけど、これは毛利さんね、ベテラン毛利勝弘さんがやられるんですね。それで、そうですね、やっとキャラクターが落ち着いてきて、で、どこら辺まで前言ったか、ちょっと、多分、天国と地獄ってことは、この、まだ弟があるでしょうね。何でしたか。要は、その人間の中にある闇の部分みたいのを、抜き出すっていうことですよね。それで、デッドマンス、デッドマンスなんでしょうか。名前がね、いろいろあるんですよ。岐阜とか、岐阜なんとかとかね。要は弟のその闇の部分、お兄さんがいつも目立ってね、そう、嫉妬心みたいのがね、そういうのを抑え込むっていうことですね。それでもなんかその敵の要塞みたいなところに潜り込むときは、その弟のその闇の部分をわざと呼び出してですね、で、それに案内させるとか言って、その代わりカレーを食べさせるんだっけな。なんかだいぶ可愛らしいキャラクターになってきてますね。最初はね、恐ろしかったんですけどね。やっぱりね、この中で一番印象に残ったのは、まあこういう仮面ライダーというもの、やっぱりその暴力に関しての、まあ大きなテーマがあるわけなんですが、しかも相手は子供っていう非常に難しい仕事なんですけど、このフリオくんですね、このフリオくんが、まだそのこの怪人というかデッドマンになる前には、フリオ君はですね、名前はですね、玉木剛さんという、名前だったんですね。それでデッドマンスになった時のいきさつがあるんですけど、この人はカードゲームが好きなんですね。僕カードゲーム全然わかんないし、やったこともないんですが、好きな人はまあね、いっぱいいるみたいで、愛好家はね、カードゲーム。それでカードゲームで、そのお友達ができたんだけど、スクールカーストっていうんですか。別のグループみたいなのに冷やかされる、バカにされて、ね、で、そのお友達が裏切ってしまうというシーン、裏切るっていうか、急にね、お前なんか死ねねえみたいに言うわけですよ。あれ、何ですか、高校ですかね。あのシーンはね、私ね、ちょっとね、私も学校行ったんでですね、ある程度は。いろいろ見たり、自分が体験したりとかしたことがございましてですね、ちょっと音を下げましたね。音を下げて、こう、画面の端っこ見ながら、こう、様子が上がったかなと。要はカードをこう友達の印とかってあげるんですよ。そしたらそれをビリって破くんですけど、あれはね、やらされてたっていうね、まあいろんな事情があるんでしょうけど、ああいうシーンってのは痛々しいですね。要は仲良くしたいんだけど、その上のグループの人からね、どういう圧力があったのか分かんないけど、まあ、派閥みたいなもんでしょうね。さすが、ね、その人間の闇の部分を描いてきた、何さんでしたっけ、ハンターさんですね。木下ハンターさん。なかなか、辛いところ、ね、
ついてきますが、でこの俳優さん、名前書いてきてないんですが、フリオ、ね、この人の演技素晴らしかったですね、うん、苦しみすぎてもう本当引き込まれましたね。あのシーンはもう本当見入りましたね。うわすっごいなこの人と思ってずっと見てましたけど、この人は見た目もあのスーツもかっこいいし、この肘のところに目玉がついてるんですよね。かっこいい、あのあばら骨みたいなデザイン、かっこいい服ですね。あの服こんな本当か高いだろうな、さっきも言ったけど、この人のね、あのそのお友達、そのお友達もう結局ね、どうなるんでしょう、助かるんでしょうか、なんか助からないみたいな話をしてましたが、要はスタンプっていうのがあって、要はその刻印というか、うん、同じことなんでしょうけど、あれでもってこう契約書なんかが出てくるわけですよね。でそういうその契約って意味なんですよね。ハンコってなんかがそのベルトのね、あのアイディアになってるっていうから、なんかハンコってね、子供好きじゃないですか。だからなんかうまいとこついてきたなと思ったら、とんでもない悪魔との契約ですからね、うん、よく考えましたね、うん、いやすごいすごいと思いますね。恐ろしい重々しいテーマですよね、契約するっていうね。そう、そこら辺はでもこの、あのこの世界の悪魔っていうのはいわゆる西洋の悪魔とかじゃなくて、純粋に人の心の中にあるそのね闇の部分ですね。もうまさにその木下半太さんの得意な世界じゃないですか。僕は彼の小説なり読んだことないですけど、他の作品なんかねないけど、これからどんどんね、この、まあ、裏切りとかあるんでしょうね。そういうとこをこう徹底的に、それこそねしつこいようですけど、あの外務みたいにどんどんやっていくんでしょうね。うん、まあ結局今アギレラさんのねを普通の人間に戻そうと思って、あの妹さんがね行ったりとか昨日19話でしてましたけど、うん、どうなるんでしょう。でこのオルテカさんっていう人が今一人残ってね、このアギレラさんとフリオさんが今逃亡中ですね、浪人みたいな状態ですね、侍でいうところ。でもそのこのフリオさんはもうなんかだいぶ仲良しになったみたいな。で昨日あった話がその何でしたっけ、このフェニックスでしたっけ、フェニックスの、門田博美さんっていう人がいて、でその同期の人がなんかストーリー解説みたいになってますけど、3人いてですね、で一人女の子がその潜入捜査してるんだけどダブルスパイだったみたいな話でしたね。それであのグラシアス・デッドマンって言うんですよ。でこのグラシアスっていうのもあの発音がね、あの私ちょっとスペイン語いけるもんでですね、いろいろ事情がありまして、あのスペイン人のスペイン語はあのグラシアス、グラティアス、グラティア、グラティアスって言うんですけど、まあ南米なんで、あの、せってこう舌は噛まないんですよね。だからグラシアス、グラシアス。グラシアス。でもこれをね、あの、よく日本の私の同胞の方はね、グラシアスって言ったりするんですよね。そうじゃない、グラシアス。でもここはね、ちゃんと皆さん、そのさっきのダブルスパイの人もね、あの、最後にグラシアス・テッドマンツって言うんですけど、それもね、比較的綺麗なグラシアス。あの、シート、スと、グラシアス、グラシアス。言うことないのかっていう話ですよね。いやこれもちょっと気になって、いやいいなと思って、あの南米ということでもうメキシコで、これテキーラの名前らしいですね、このオルテカとフリオってね。オルテカって僕なんかフリオはねよくある名前ですね。僕友達でもフリオって言いましたよね。フリオ、フリオって言いましたよね。言いましたね。いたと思うんですけど、パッとフリオってあんまりね名前ないんですよ、南米ってネタが。だいたいね、あのホセとかね、あのホアンとかそういう、まあ、限られてるんですけど、フリオっていうのはそんなオルテカっていうのはちょっと聞いたことないですね。なんかあの怪獣みたいな名前ですよね。アギレラもないですね。うん、そこの若松裕次郎さんっていう人は結局
ね、いつの間にか人間と入れ替わってたっていう。それでお墓を作ったりしてね、お花を供えたりして、この人ね、さっきも言いましたけど、アマゾンって出てましたからね、まあなんかすごい役だなと思って、声がいいですね。この声がいいっていうのはね、大事なんですよ。やっぱりね、ずっと仮面ライダーシリーズ見てきましてですね、やっぱりあの人が言ったじゃないですか、前に仮面ライダーストロンガーで、ジェネラルシャドウ、あの人のね、声がね、俳優さんはまた別にスーツアクターっていうかいるんですけど、あの声が良かったって、やっぱり声がいい人ね、いると違うって。そこら辺があれですよ、その、リバイスのバイスの方ですね、あの人はなんかドイツ人かなんかの血が、お母さん、お父さんがドイツ人かな。で、やっぱりちょっとね、骨格っていうか喉が違うんでしょうね。だから声優さんやってらしてね、でこの声優さんがね、言ってることはほとんど面白くないんですけど、あ、この椅子いいっすねみたいに言ったんだけど、なんか椅子で攻撃するシーンがあったんですよ、昨日。あ、そこ、あ、ちょっとそれ面白いかなと思いましたね。こう椅子で、あ、この椅子いいっすね、椅子で攻撃する。なんかずっとギャグ言って全然面白くないんですけど、昨日の椅子、この椅子いいっすねはなかなか、それこそね、なかなか、あ、これはいいんじゃないでしょうかと思いましたけど、あの人は声がいいですね。このジョージ狩崎さんね、この人英語ね混ぜてね喋るんですけど、なんか敵のような味方のような、なんかっていう感じですね。まあでも今回やっぱりこの木下ハンターさん、この人はねやっぱりちょっとかき回そうっていう。で、スタッフの皆さんもかき回させようっていう、ちょっとここら辺で一回ね、こうぐるぐるっと、要は令和に入りまして、ゼロワンがあって、セーバーがあって、で、このリバイスがあるわけなんですが、で、50周年ということで、ここでちょっとかき混ぜようということですよね、新たなね、血の入れ替えじゃないけど。で、白倉さんも、新一郎さんも撤退っていうか、これは出てないんですよね。で、ちょっと新たなね、破壊と再生ですよね。そういう心意気は感じます。なんて言ってもだって銭湯とメキシコですからね。まあメキシコに限らず中南米っていうか、まあアステカ文明、マヤ文明ってことなんでしょうね、多分そういう感じだと思います。あとギフ様のためにいて、ギフ様って言って、アステカじゃなくて何だっけ、アギレラさんが盛んに言ってますが、あれもなんかどこがどうなってんのかよく、あれ動き出すんでしょうか。今フェニックスのね、柿崎さんでしたっけ、ジョージ柿崎か、柿崎さんのいろいろね研究してやってますけど、あの人もなんか動き出したりするんでしょうか。楽しみですね。グラシアス、デッドメン、そうなんですよって言い出すとネタが切れてきたかっていう感じですが、ですね、相変わらずアクションがなかなか多くて、あれもね、積極的では積極的っていうか、アクションっていうのはね、お金もかかりますしね、事故なんかあったりするし、なかなか難しい。で、この、何でしたっけ、さくらちゃんのスーツアクターの人もね、このジャパンアクションなんとか、なんとか、なんとかってやめてっていう話ですけど、ちゃんと女性がやっててね、すごいですね。いいと思いますね。そうですね、私としては、やっぱりこの、お母さんが、おやすさんみたいな、子供たちをね、精神的に支えている。で、お父さんが結構ふわふわして、僕みたいにね、いい年して、ね、YouTube 動画みたいなのに凝ってるみたいなね、当てにならないっていう感じで。
お母さんがやっぱり重要なねバランスをとってるというか、そりゃ子供3人ね仮面ライダーなんて言ったらね心配ですよ。いや見た感じ普通の人みたいな、ああいう普通の人が出て、普通のっていうかまともなね人が出てくるっていうところが、なんか信頼、心配するのは簡単だけど信頼するのは難しいみたいなことを言ってましたね。あれいい言葉ですね。私なんかもこう見えても親なんでですね、やっぱりその心配と信頼ですよね。まあ、信頼しないと育たないですからね、確かこれリバイスのセリフだったと思うんですけどね、多分そうだと思うんですけど、なかなかいいセリフが出てきますよ。あとは若林雄二郎さんがね、このなんだっけ門田博美にね、本物のヒーローはどういうものかってね、自分を知ってるやつだって言って、言ってましたね。あれもいいセリフでしたね。自分を知るっていうことは大事っていう、ね、鬼平犯科帳みたいですね。まあでもいい言葉ですよね。ああいうのっていうのは本当いいですね。子供も見てるわけですからずっと覚えていてほしいですね。ああいう言葉をね、信頼と心配と信頼とかね、あと自分を知るとかね、非常にあれ勇気づけるんですよね。要はその、同期の3人の中で一番これはでも毛利さんの19話の話でしたね。ベテラン毛利さん、要はあれなんですよ、毛利さんベテランですからね。だからこの話はここで脚本がガラッと変わるわけですよ、18と19で。で今までずっと18話の間、木下ハンターさんがやってたんですけど、ここで脚本の方が、こういうこと言うとまた脚本中みたいですけど、ここでカラッと変わった時に、その話の分かりやすさとかね、そこら辺のこう、さじ加減が変わってくるわけじゃないですか。要は調理人が変わるみたいなもんですからね、今日誰が調理してんのみたいな。これ同じもの頼んでもね、なんかちょっと味付けがいい悪いじゃなくて、ちょっと失礼して、覚えておきましょう。変わってるんですね。まあ、毛利さんのはね、メインではほとんど書かれてないんでしょうが、もうずっと見てますからね。それに、ほら、平成、令和のね、ライターの方をずっと一緒に仕事してきてるし、その、まあ、今までのライダーみたいな感じで、この多分木下さんは今までの、ね、脚本でない脚本を書かれるんだと。でそれをやっぱスタッフもやっぱ新たな、ね、さっきも言いましたけど血の入れ替え期待して、だから分かんないわけですよね、どうなるか。で外務の時にあまりにも暗い展開で、リバイスもなんかそんな話がどっかで書いてたら見ましたけど、やっぱりあまりにもね、見てる人不安にさせるような展開大事ですけど、だからそのこの毛利さんがちょろっと入ることでこう分かりやすいですよね。さじ加減が、でもやっぱりそのまあ古いライダーっちゃライダーなんですよ。これからのね令和何年続くか分かりませんが、まあでもここでちょっと箸休めっていうか、でやっぱり僕なんかずっと見てるから、あこの今までのねライダー平成令和ライダーみたいなちょっと落ち着く感じですよね。でいいこと言ったりしてね、あれ両方とも昨日の19話なのかな。まあでも書き回す感じがね、やっぱりその勢いでね、若さとそのずっとこう裏切りがあったりとかね、その弟がねお兄ちゃん大好きみたいな感じで実はその嫉妬心があってみたいなね、そのお兄さんもそのなんだっけバイスとね信頼関係結んだみたいな話もあったし、
で、バイスがね、カレーライス食べたりとかね、そんな話もありましたね。カレーライスに餃子が入ってますね。僕はあれあんまり、なんかあんまり、それほど、うわ、うまそう、食べたいと思わない感じですけど。まあ、辛いものは僕は好きなんですけど、僕は辛いもの好きかどうか関係ないんでですね。うん。そういうとこですね。みんなその、僕なんか見てても、うん、危うい感じがね、皆さん、このキャラクターひっくり返りそうだなと。お父さんなんか特にね、まあネタバレはなるだけ見ないようにしてるんですけど、何でしたっけ、レントゲン撮ったら心臓がないとか言ってましたからね。なんか展開がきっとあるんでしょう、お父さん。お母さんかわいそうですね、いろいろあってね。まあ、ただの、ね、昭和46年から続いている戦闘、ね、どっちの家族がやってたのか知りませんが、あとはあの銭湯もなかなかあの洒落た部屋があったりしてね。あ、っていうか温泉に行ったんだよね、あの人。自分たち銭湯やってるのに温泉行くんですね。お母さんの退院祝いだっけな。どんな話だ。そうだ、こう、かげろうって言うんだ。あの、弟が、あの、弟の名前、なんだっけ。弟の名前は、弟の大地君。大地君はかげろうっていうのになるんですね。このかげろうっていうのが、ちょっと、ちょっとっていうか、だいぶ、スパイダーマンに出てくる、ぶわ、全然ソニー、エンターテインメントがやってる、僕好きなんですけどね、あれ、あれなんだっけ、あの口がでかいやつ、うわー全然名前が出てこない、まあ皆さんわかってるでしょうね、あれっぽい感じで、ちょっとあんまりなんか没個性的だなと思ってみたんですが、あと印鑑をこう押すやつね、あれちょっと壊れそうな感じですね。ちょっとチャチって言ったら悪いけど、激しいアクションにはあれしたまま戦ったら壊れそうだ。まあプラスチック感満載っていうのは、まあでもセーバーよりいいですよ。セーバーの剣はほんとね、すぐ壊れそうでしたもんね。あんなんで遊んだらいいんですよ、別に遊ばなくて。うん、なんかいろいろガチャガチャおもちゃもやってますけどね、やってますけど、あのベルトはちょっとなんかすぐ壊れそうな感じがして、アクションには、ね、向いてないですね。戦ってるとき、あのベルトちゃんとしてるかどうか、よく見たらいいかもしれないですね。ね、そういう意地の悪い見方もできるかもしれませんが。うん。そうですね。なかなか、銭湯っていうのがすごいですね。なんか昔のホームドラマ、昭和のね、あんな、感じで、あとこのフェニックスっていう組織も、なんだかどういう、なんだかどういうのかよくね、なんかよくわからない感じですよね。結局だって司令官がね、入れ替わってたんですもんね。さっきの何さんでしたっけ、若村さんっていうのか、若松じゃなくて若村さんね。なかなか、あ、音楽、あ、もう時間ないわ。音楽ね、僕の好きな電気ギターがいっぱい出てくるんですけどね、なんか乗らないですね、飛ばしてます。とね、最初のシーンとかもいろいろ僕の好きな恐竜とか暴れたりしてるみたいなんで、ピンクのやつ見たら面白いんだけど、なんかね、乗れないですね、音楽ね。なんでかわかんないけど、歌詞は確かあれですね、聖子さんがやってらっしゃると思うんですけどね、おなじみの藤原聖子さんかな、間違ってるかもしれない。まあそんな感じですね、面白いです。うん、あんまりこんな長く置いとくとだいぶな話を忘れてしまいますが、まだほとぼりが冷めておりませんので、
黒霧島じゃなくてコーヒーをいただいてますが、顔の赤いお酒飲みと、臭いタバコ吸いと、新型コロナ感染者、鼻が効かなくなった感染者に優しくしてください。それです。